19日までの1週間に報告された国内の新型コロナウイルスの新規感染者数が前週比で 1.35 倍となり、約2ヶ月ぶりに増加に転じたことが厚生労働省の集計で分かった。沖縄を除く46都道府県で増加した。20日に開かれた厚労省に対策を助言する専門家組織会合で示された。脇田隆治座長ら専門家有志は、国内の多くの地域で感染者は増加に転じており、国外の状況から考えても第8波が起きる可能性は非常に高いとする文書を提出し、警戒を呼びかけた。厚労省は20日、オミクロン株対応ワクチンの接種間隔を3ヶ月に短縮することを正式に決定した。冬場を前に接種を呼びかけ、感染拡大防止を図る。